その絵持ってませんか？いやなんかさ、ちょっと聞いて、いつだったかちょっと知らないんだけど、なんか最近、いつからなんかめちゃめちゃ胸いじりされるようになったよね、スイちゃん。ローソンから、ローソンからなんかさ、別にそこで胸いじりしてもおもろくねえだろみたいなタイミングでもされるようになってさ。どうした、何がきっかけだったこれ。確かに、そうだよな、そうだよ、ローソンからライブのアフターからなんか、でもさ、そのさ、前々からその胸が小さいってことは私は話をしていたんだけど、なんかこんだけ話に上がるようになったの、なぜなんだろうと思って、なんか、何々面白いって言った時にリップで、スイちゃんの胸のサイズも面白いみたいにリップされて、お前ぶちのめすぞと思ってさ、今そのタイミングじゃねえからって、タイミングを見計らっていじれ胸のことはと思ってさ。胸いじりやっぱ気にしてる。いや気にしてはないんだけど、なんかタイミングを見計らったいじりじゃないとさすがに失礼になるから、やっぱり何に対してもいじり方ってスイちゃんが拾っちゃうからで、そうだよね。すいません。すいませんね。で、そんなにないわけじゃないですかね。ちょ、見ます？そんなないわけじゃないですかね、私。めちゃめちゃないわけでは。ね、ほら。ね、その絶壁というほどでは、ないよね。B 寄りの A と、そう、B 寄りの A だからね。B 寄りの A だから。あるよね？だって、あるよね？あ、ちょ、どこ行くんですか？どこ行くんですか？うん。断崖、五絶壁には入ってないから、平気。なんか断崖五絶壁がなんかいるらしいですね、そういえば。うん。どこ行くねん。前向いてもらって、はい、すいません。はい。なんか、なんかさ、最近が去年で、なんか割と悲しかった話があって、いや、ちょっと悲しかった話をするのもあれなんだけど、なんか、ライブがあったじゃないですか。で、ライブの、その、私が出た時のコメントで、揺れてるっていうコメントで埋め尽くされた瞬間があったんですよ。後で見直した時に見たんですけど、胸じゃなくてスイちゃんのパフォーマンスを見てよと思って、お前らすぐ胸を見るんだからってなって。だからスイちゃんはちょっとお願いして胸を固めてもらった。運営さんにお願いして胸を固めてもらった。衣装をねちょっと胸らへんを固めてもらった。ちょっと固めていくスタイルでいきます、今後は。悲しいね。そう、君たち揺れたか揺れてないかじゃなくて、スイちゃんのパフォーマンスを見てください、ちゃんと。わかりましたか？いいですか？はーい。あ、偉いですね。偉いですね。よしよし、多分僕の方がある。うるせえ。うるせえんじゃ。